豊田島の皆さん、おはようございます。今日はエペソビテの手紙1章からメッセージします。ジェイソン先生がメッセンジャーです。これはとても特別な本です。この手紙を読むたびに私は何も分かっていないんだなということに気づかされます。私はこの章を暗記しています。でもまた読み返すととても新しい発見がありました。そしてとても特別な書簡です。すべてが神の御心によって行われている。これが今日のトピックです。一節、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ。エペソの生徒たちに向かって書かれた手紙です。それまでエペソにはアルテミス神殿がありました。アルテミス神殿は世界七不思議の一つと考えられていました。この神殿を見にたくさんの人々が訪れて、このアルテミスを礼拝していたと思われます。このアルテミス神殿はこの当時最大の偶像でした。パウロはまだこの時牢獄にいました。ローマ帝国の支配の中で牢屋に入っていました。その時ローマ帝国は最も強い国でした。このローマ帝国のせいでパウロは牢獄の中にいました。その中でもパウロはエペソの生徒のために手紙を書きました。なぜならこのエペソには巨大な偶像があったからです。エペソの手紙はパウロが書いた書簡の中で最も素晴らしいものの一つと言えます。彼は牢獄にいたにもかかわらず、このような素晴らしい手紙を書きました。神様のが世界のもとへ据える前から、そしてこの終わりの時までもパウロのはその重要性、神様の御心について重要性を説いています。23節まであります。このエペソの手紙を読んでも、これはどういう意味なんだろうと思いながら読んでるかもしれません。この言葉自体は知っていても、どういう内容なのか理解できないかもしれません。23節ありますが、これを3行で要約することが可能です。まず一区切りが1節から14節。パウロがギリシャ語でこの手紙を書きましたが、文章の構成はとても複雑なものでした。
文章の構造はとても複雑ですが、できる限り理解できるように今日はメッセージしたいと思います。なので今回のモーニングデボーションでこのエピソード手紙を読むにあたって新しい発見があるかもしれません。一節に戻りましょう。神の御心によりキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ。このエペソの人たちは神様からの好意を受け取っていました。この手紙はもうエペソの人たちためにだけに書かれました。キリストにあって、そして忠実であるというのが大切なポイントです。キリストにあるということはとても壮大な神の御国を表すことです。そして忠実なエペソの生徒たちへと一節で書かれていますが、キリストにある忠実なエペソの生徒たちへということはイエス様のその壮大な計画の中にこのエペソの生徒たちがいるという意味です。私たちクリスチャンは霊的な領域に注意すべきですが、でも私たちはまだこの世の中にいます。この世の中とまた御国の視点を持つことはとても重要です。私たちはこの世にいながらキリストの計画の中にもいます。神様の御心にどうやって従っていくのか、神様の御心を知ってその計画の中を歩んでいくことが大事です。パウロは牢屋の中にいましたが、それは神の御心であると分かっていました。私たちは神を信頼しなければなりません。どのような状況になっても私たちは神の御手の中にいること、そしてパウロは異邦人のために、福音を伝える人でした。パウロはさまざまな宣教旅行に行きました。そしてキリストの別れたために別最善を尽くしました。神の御心はいろいろなところに行ったけれども、今の彼の御心は牢屋にいてこの手紙を人々に書くためでした。そして牢屋にいながらも世界中の人に福音を述べ伝えることが神の御心でした。2000年経っても私たちはこのパウロの手紙を読むことができます。この書簡を瞑想することができます。なので私たちが牢屋の苦しい状況の中にあったとしても、私たちは神の御手の中にいること、パウロもこの苦しい牢屋の中にいましたが、その限られたスペースの中でも世界中に福音を述べ伝えることができました。この福音はあらゆる世代を、そして世界中をに伝わり、人々の心を捉えることができます。そして人々の祝福となることができます。パウロは神様からの平安をいただいていました。たくさんの恵みを、それは私たちに値しないものにもかかわらず神様からいただくことができます。すべての恵みは神様からです。どんなに一生懸命働いたとしても、私たちは本来は神様の恵みに値するものではありませんでした。でも神様は私たちに恵みを与え、平安を与えてくださる方です。この平安、恵みは私たちが神にあっての豊かさも含まれています。すべての霊的祝福を神様は私たちに与えたいと願っています。
神様に忠実な人のためにこのエペソの手紙は書かれています。神様が全てを支配したらおること、そう信じる人はこのエペソ人への手紙からたくさんの祝福を受け取ることができます。少し曖昧な箇所もあるかもしれませんが、私たちは神の御言葉を黙想する必要があります。例えば私の義理の父はある日病気でした。彼はインフルエンザにかかりました。とても悪い状況だったので入院する必要がありました。でも5日後に彼は亡くなりました。私たちはとてもショックを受けました。どうして神様、私たちは忠実なのに、私たちは仕えてきたのに、どうして私の義理の父はこのような死に方をしたんでしょうか。でも神様の目にはこれは偶然ではありません。私たちは急いで台湾に戻りましたが、一つのことに気づきました。私の義理の父は牢獄に入ったことがありました。終身刑を下されたこともありました。でんでんだんだん年を取ってきてために、刑務所から出ることができ、恩赦を受けることができました。彼の刑務所にいた時の行いが良かったので恩赦を受けて終身刑であったにもかかわらず刑務所から出ることができました。でも日々の生活を警察に報告しなければなりませんでした。彼は薬物の売人をしていたからです。彼は恩赦を受けることができましたが、定期的に自分の行動を警察に報告していました。で警察に彼が言われたことは、恩赦を受けた人であなたのように良い行動をとっている人を見たことがないと。ほとんどの人は刑務所に入れられ恩赦を受けたとしても刑務所から出ると悪い行いをしたり、またホームレスになったり、そういった人が多いからです。私の義理の父の話をすると、彼は病院で亡くなりましたが、義理の母はどうやってこの葬式をしたらいいのか分からず、教会の人に助けを求めました。私の義父の最後は私たちにとってとても大変なことでしたが、なぜなら私たちは香港に住んでいたので台湾の人とコミュニケーションを取るのも難しかったです。でも義理母にとって教会の人たちに助けを持てることはちょっと恥ずかしかったり大変なことでした。でも教会の人たちが助けてくれたので、彼女はお礼として教会に私は通うようにしますと。そして教会に通ううちに彼女はイエス様を受け入れました。これは本当に私たちの想像を超えた神様の計画です。私たちが計画しようとしてもできないことです。そして私の義理の母は今
教会に忠実に通っています。義理の母と父に起こったことを考えるときに、すべてが偶然ではなく、神様の計らいの中にいること、神の御手にいることが分かります。神様のタイミングが来ると、すぐに神様の御心が行われます。それはすべて偶然ではありません。刑務所にいる人たちにも神様は光を当ててくださいます。私の義理の父に起こったことのようにです。神に忠実な人は必ず祝福を受けることができます。すべての説にとても強い意味があります。神の御手にあるものはすべて一致することができます。一つに集められます。旧説を見てみましょう。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって、神があらかじめお立てになった御旨によることです。パウロにとって旧説十節はとても重要です。刑務所の中にいましたが、パウロは福音を述べ伝えました。そしてある一つのことを理解していました。行くの目で見ることができなかったとしても、この全世界がキリストを信じるようになり、御国が来ると信じていました。パウロは霊の目で神様の計画を見ていました。時が満ちて、一切のものがキリストにあって天にある地にあるものもこの方にあって一つに集められると十節にあります。例えば結婚について話例を用いたいと思います。夫と妻が一つになるならば、子供も一つになり、またもしセルグループをしているならば、セルグループも一つになることができます。私たちも一つの霊で一人の神にを信じて歩んでいくべきです。神の素晴らしい計画は一つ、神の御心にて一つに集められ、そして神様の偉大な力を発揮することができます。アルテミス神殿ですらとても素晴らしいものに見えます。しかし私たちは、この神殿を見ることが数年前できましたが、すでに壊されていました。しかしイエス・キリストの皆は今も固く立てられています。パウロは迫害に苦しみました。キリストのためにです。しかしその後コンスタントノープルがイエス様を受け入れ、私たちが信じ続けるならば必ず神様は正しい方向に連れて行ってくれます。この
神を信じる道はたくさんの奇跡や不思議を経験し、また聖霊様に満たされて霊的戦いがあっても私たちは進んでいくことができます。しかし私たちは正しい道を歩み続けましょう。神様の御心に従って歩んでいきましょう。私たちは最善を尽くして神様に会って最善を尽くして歩んでいくべきです。神のためにすることは永遠の価値があるからです。私たちがキリストのためにすることは永遠の価値があります。神様、この世界を求める前から全てを計画されています。4節、すなわち神は私は世界のもとを置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。この世界が作られる前から私たちは選ばれています。そして私たちは清く傷のないものです。神は身旨と御心のままに私をイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められておられました。これはすべて霊的な祝福です。これらのすべての霊的祝福です。これらの祝福は私たちを神の計画の中に歩ませます。9節と10節に戻りたいと思います。今ジョシュア先生とシーモはコスタリカにいます。皆さん、彼らが何をしているんだろうかと考えているかもしれません。彼らは、実は招待を受けました、5月の教会アニバーサリーの時にあるコスタリカのカップルが来ていました。そして彼らがコスタリカに帰った時に611で受けた祝福にとても感動したので、コスタリカの教会の牧師たちに611の話をしました。そのことによってコスタリカの教会の牧師たちから、シーモとジョシュア先生は招待を受けて今回コスタリカに行くことになりました。まずロサンゼルスにチームは、一泊して、その後でコスタリカに向かいます。アメリカを経由するチームとヨーロッパを経由するチームに分かれています。ビザの関係です。なぜ招待を受けたのでしょうか。これは神の御心、神のご計画によるものです。例えば聖書学校の話もしたいと思います。私たちは2004年に聖書学校を始めました。私たちは口にも教会を新しく建てたいという思いがある兄弟に与えられました。そしてその時クッチンがどこにあるのかすら私たちは知らなかったんですが、クッチンに行くことにして、そして祈りをしました。それを
話してくれたのはデイビッド・ラムさんです。彼がその祈り会の時に、神様に語られ、このマレーシアにある口に教会を始めることにしました。私たちはマレーシアの口に教会を建てることができ、福音をイスラム教徒にも運ぶことができました。この後にデビッド・ラムさんは牧師になりましたが、彼の家族も、経済的な困難にもを経験しました。私たちは、ある100日間、祈り会をするというイベントを以前持っていたことがあります。そしてその時にいろんな国の人たちがその祈り会に参加してくれました。私たちのその時のフィリピン人のヘルパーを雇っていましたが、そのフィリピン人のヘルパーは実はトゥキガラルの教会の牧師の妻でした。私がヘルパーを雇おうとした時に3人の申し込み者がいました。この3人の中から誰を選ぶか迷った時、そのフィリピン人のトゥキガラルの出身の人を選びました。彼女は教会の牧師夫人でした。私たちのために適切な人を用意してくださっていました。神様の計画は揺るがないものであり、この地の元を据える前から固く立てられているんです。私たちは神様の御心導きをいつも求めるべきです。必ず神様は導きを与えてくださいます。すべてが偶然だと思ってはいけません。611に対して神様はたくさんの素晴らしい計画を用意されています。私たちは常に神様に尋ね求めています。神様が天から私たちを見下ろすときに、ジョシュア先生とシーモンを見たとき、611クルを建てる前は彼はとっても惨めな思いをしていました。そして一方で台湾ではジェイソンとアナが神様に仕えていました。またデボラ先生も台湾でその時本当に貧しい場所に住んでいました。あまりにも本当にひどい場所にデボラ先生は611来る前に住んでいました。そんな場所にいる彼女も神様は
しっかり見ておられました。そしてこの5人を香港に呼び寄せて611を立てるチームにしてくださいました。この611が今あるのは偶然ではありません。このモーニングデボーション、今日エペソビトの手紙遺書を読むのも偶然ではありません。すべて神様の御心の中にあります。すべて地のもとへが据えられる前から神様はすべてのことを定めておられます。神様にあって、私は何も知らないも同然です。そして、後半を読んでいきましょう。15節からです。私たちは神様によって権威を与えられています。神様の永遠の計画があります。パウロはエフェソの人のために祈っていました。エフェソの人たちは皆忠実な生徒でした。17節を読みましょう。神様に、パウロは天の神様に、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、もっと神を知ることができるようにと祈っています。神様の素晴らしい召しを知ることができるように、神様の栄光の遺産を受け取ることができるように、神様が私たちを力強く強めてくださいます。21節も読みましょう。すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。この権威、力は神にの中にあります。この権威はすべての名の上に高く置かれました。この権威のゆえに、イエス・キリストはすべての教会の頭です。そして神の御心によってすべてを、一切のもの、一切のもので満たす方がキリストです。キリストは一切のもの、一切を満たす方、満ちておられておれと23節ありますが、教会はキリストの体であって、体なので、私たちはキリストから切り離されることはありません。皆さんに質問したいと思います。あなたがもし会社で働いていたとします。あなたの部下とあなたの部下の妻、どちらが強いでしょうか。あなたの上司との上司の妻、どちらが強いか、皆さんの意見はどうでしょうか。教会とキリストとの関係も、イエス様ご自身が、花婿で、私たちは花嫁です。
どちらの方が強いでしょうか。ジョシュア先生とシームの関係はどうでしょうか。どちらが強いでしょうか。私たちクリスチャンはキリストと共に治め、そして治めていきますが、私たちとイエス様でどちらが強いのでしょうか。パウロもリーダーとしてこの教会を治めていました。ある時インドネシアで私は祈り会に出席しました。税関を通る時に通ったあたり両替をする場所が空港にありますが、この両替所が、ちゃんと正式なもの、政府によって経営されているように思えました。そしてその両替所でお金を両替したときにお金を騙されていました。本来もらうべきお金の半分しかもらってなかったんです。でも妻は祈りました。私たちこれから祈り会に出るのに両替したお金が、騙されていて半分しかもらえませんでした、とか神様助けてくださいと妻は祈りました。その時に私たちが騙されたということを聞いて、あるインドネシアの姉妹が本当に憐れみを持って、私たちが騙された額以上の献金を私たちにしてくれました。本当に大変なことでしたが、神様がこれを偶然に起こしたのではないと思います。神様は全ての頭であり、そして全てを支配しておられるからです。神様はどの状況においても支配しておられ、私たちを導いてくれます。そしてこのエペソの手紙も神の霊感によってパウロは書きましたが、他の手紙もパウロはいくつかの手紙を牢屋の中で書きました。私たちが福音を述べ伝えるときに困難な状況の中にあっても、私たちはそれでもなお前進し福音を述べ伝えることができます。そして神様はその困難に思える状況へももう良いもないと変えることができる方です。私たちの霊的なキャパシティが広がっていくように、どんなことが起ころうとも困難があっても、私たちが福音を述べ伝えること、また神の意思を妨げることもできません。では今神様に選ばれたものとして神様に賛美捧げましょう。すべてが神の意思によってなされています。私たちの信仰を今神様に置きましょう。私たちはあなたの計画の中にあり、あの素晴らしい遺産を受け継ぐものです。
イエス様、感謝します。私たちを選んでくださって感謝します。世界のもとへ定める前から私たちを選んでくださったことを感謝します。私たちを選んでくださって感謝します。御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストであってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておかれた、そのような愛に感謝します。私たちは罪は許され、私たちは清められ、傷のないものとしてあなたの御前に立てることを感謝します。今神様に向かって感謝を捧げましょう。私たちはどのように霊的な祝福を受けることができるんでしょうか。それはあなたの御心によってです。聖霊様、感謝します。イエス様、感謝します。あなたの御国に私を招いてくださって感謝します。過去に私は望みがなく死を待ち望んでいました。でも私を救ってくださり、回復してくださり、教会に招き、癒しを与え、この人生を感謝します。あなたの娘となれること、これは素晴らしい祝福です。死やまた暗闇の勢力から私を救ってくださったこと、今こうしてこの場所で祈れること、霊的領域において祈りを捧げ、私たちの肉の世界もあなたによって変えられること、祈りを通してあなたの皆をもって他の人のために祈ることができること、そして死の力を打ち勝つことができること、感謝します。あなたの皆によって自由を得られること、あなたがいなければ私たちは今も恥の中にいて暗闇の勢力の中にいました。あなたがいなければ私たちはサタンの支配下にいました。あなたが勝利を与えてくださったこと感謝します。イエス様、あなたの霊の祝福を、霊的祝福を感謝します。あなたに全ての栄光を感謝します。あなたの御心によって、あなたの御心によって全ての経験も私たちの人生は全てあなたの御心によって御胸によってシェアされていること、今イエス様皆によって宣言して祈りましょう。今神様に感謝を捧げましょう。これは偶然ではない、神様の守りだったことあったら今そのことを感謝しましょう。今二人一組になって神様に感謝の祈りを捧げましょう。すべて神様のご計画の中にいます。すべては偶然じゃありません。今神様に祈りましょう。
様、感謝します。私は、私には障害を持った子供がいます。普通の人から見れば本当に不運だと、不幸だと思う人思われると思います。でも今日の箇所から、すべてのことがあなたの御心であると知りました。あなたの奥義を完全に理解することは難しいですが、障害を持つこの親として、私は傲慢さを今手放します。私は本当にミニストリー重視をする人間でしたが、私の子供のおかげで私は本当に憐れみ深くなることができました。神様の心を持って人を見ることができるようになってきました。私の子供が私を変えてくれました。もっとたくさんの奇跡を見ることができるようにしてください。イエス様、あなたを褒めたたえます。私にはたくさんの弱さがあります。あなたから目を背け、自分に頼り、あなたの道からそれていたこと、でもあなたの恵みによって、私もビジネスで失敗しましたが、自分をへりくだらせ、あなたにすべてを明け渡すことができました。神様、あなたがすべて収められていること感謝します。あなたがすべて収められます。あなたが毎日私たちの人生を収めてくださっていること感謝します。あなたを賛美します。私はあなたに感謝を捧げます。私の人生のすべてあなたが支配されておられること、あなたの御心によって収められていること、すべて偶然ではないこと、私たちが花嫁であり、あなたと共に治めることができること、本当に信じられないような恵みをありがとうございます。霊によって祈っていきましょう。神様の御心をもっと知ることができるように、神様が豊かさを与えてくださる方です。神様、私たちに啓示を与えてください。
私たちの心の目を開いてください。霊の目を開いてください。すべてがあなたの御心によってなされています。兄弟姉妹の皆さん、何か困難にがある場合は、私たちは神の息子娘としてキリストと共に立つことができること、イエス様と共に権威が与えられること、そして神様は私たちを見ておられることを感謝し、今祈りましょう。私たちが困難の中にあっても神様が必ず助けてくださいます。神様、私たちの祈りを聞いてくださって感謝します。どんな困難があったとしても神様にあって私たちは勝利することができます。私たちは神様の権威をいただくことができます。すべてを私たちのために益としてくださること、神様御心を歩めること、感謝します。コスタリカにいるチームのために祈りましょう。ジョシュア先生、シーモのために、またチームのために祈りましょう。彼が平安の中で歩むことができ、命の木を植えることができるように、コスタリカで命の木を植えることができるように、コスタリカにいるチームをあなたの御手にお委ねします。神様、あなたが素晴らしいご計画あること、彼らが行くところで命の木を植えることができるように、611のチームがすべての行くところにおいて祝福と油注ぎを与えることができるように、あなたは御心がなされますように、命の木がコスタリカで植えられるように、イエスキリストの皆によってそれがあなたの御心によってなされることを宣言します。今祝福を受け取りましょう。イエスキリストの皆によって皆さんを祝福します。あなたは神を知っています。神様の歴史がいかに素晴らしいものであるか、私たちを受け継ぐものがいかに栄光に富んだものか、神様があなたと共におられます。神様のアイデンティティを受け取り、どこに行くべきか神様が必ず示してくださいます。必ず正しい道を歩むことができます。神様の収支を受け取ることができます。イエスキリストをみんなにお祈りします。これで今日のモーニングデボーションを終わります。